イコールラブの斉藤なぎさが5月29日、自身のインスタグラムを更新。当月28日に最終回が放送されたドラマ、明日、私は誰かの彼女、TBS ほか、のオフショットを披露し、反響を呼んでいる。当ドラマは、単行本累計発行部数300万部を突破した、小野日奈緒の同名漫画が原作。斉藤は、自由を求め上京し夜の街で、今を生きるゆあ役を務めた。この日、斉藤は、改めて、明日、私は誰かの彼女ありがとうございました。本当にゆあちゃんという役に出会うことができてとても幸せでした。明日かのを通じて知ってくださった方もたくさんいらっしゃって、そしてたくさんの素敵な言葉もいただけて本当に本当に感謝でいっぱいです。と綴り、オフショットをまとめた動画を公開。この投稿にファンからは、最高でした、ゆあちゃんぴったりだった、全部かわいい、など、称賛のコメントが殺到している。